上まで来たらここで結びます。皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしております、ゆうきと申します。よろしくお願いいたします。今回はスカーフを使ったアレンジのご紹介になります。凝った感じに見えるアレンジなんですが、すごく簡単にゴムで結ぶだけで巻きつけて作るアレンジになりますので、ぜひ動画を見てやってみてください。ベースは絹状のストレートアイロンを使って軽く毛先の方を巻いておきます。まずはゴムで一つ結びにしていきます。髪を全部後ろにまとめていきます。でここで一つ結びしていきます。結び終わったらゴムの結び目を押さえてあげて、少しずつ毛束を引き出してほぐしていきます。一つ結びした毛先の部分を何回かゴムでまた結んでいきます。ちょっとゴムを下にずらしながら結んであげるとタイトにまとまります。後からスカーフを巻くときに巻きやすくなるので、ちょっと細めにしておくと楽です。こんな感じです。今回はこの細めのスカーフを使って毛先に巻いてアレンジしていきます。まずスカーフの半分の部分をゴムで通します。こんな感じですね。これを毛先の方にまず結んでいきます。このゴムの部分を毛先の方に結んで固定していきます。こうしておくと短い方でもスカーフがずれて落ちたりはしなくなるので固定できます。そしたら毛先の方からスカーフを上に向かってぐるぐると巻きつけていきます。で上まで来たらここで結びます。もみあげの部分の遅れ毛を波ウェーブで巻いていきます。ストレートアイロンで山を作ってで毛先を外羽にしてあげると簡単に波ウェーブはできます。仕上がりはこんな感じです。